はい、どうも皆さんこんにちは。で今回ですね、超逃走中のゾンブをやっていきますか。まあ、前回はね、ウエスさん結構ね、最後のあの1分間が強すぎたね、あのアイテムは。だからちょっと今回はね、もう一回あの2個買いました、あれを30秒間はね。だからまあ最後の1分をあれ使えば大丈夫っていうことですね。じゃあね、早速まあノーレーダーやりますか。 OK、 ノーレーダー。まあ早速ね、どんどんやっていこう。ヤッホー、ゾンブね、結構来たよ。正直ここまでハードモードも来れるとは思わなかった。本当はなんかもうね、一周したらもう終わりかなって思ったけど、ハードモード多分難しいと思ってね。だけどまあそれは難しいけど、まだね、あのレーダーなしはまだいける。いやだから嬉しいね。よし、じゃあちょっとあの操作方法とかも確認しつつ、最初のミッションやりますか。いや本当はね、最初のミッションで1分か1分半ぐらい稼げればね、めちゃくちゃいいんだけどね、本当は。で2時ではない、14分45ね。だから14が2時に見えたっていうね。OKOKOK。 じゃあね、最初のミッションやりますか。てか僕めっちゃ今お腹空いてるんですよね。今日なんか夜ご飯食べてなくて、で一応今日今夜中の2時に撮ってます。なのでまあ、いつも通りそんな声は出してないんですけど、あれこっちかけど、ちょっとね、夜だともっと声が出せないっていうね。お、ナイス、結構みんないいじゃん。でハンターがね、どうだ、来てないよね。まあいいや、置いとくか。まあ、これで一応そうだね、拡大はしたね。 OKOKOK。だけど一気にこれでハンターが2人増えるんですよ。だからそれがちょっと痛いけど、まあまあまあ、そうするしかないよね。逃走エリア拡大させないと。てかハンターめっちゃ近かったよね今。あ、これは早くやった方がいいと思う。理由としてはやっぱハンターに呼ばれるので。やばいな、これ大丈夫。オッケーオッケーオッケー。よし、まあなんとかね、ここまでは無事来れたね。そう、これね、何気にめっちゃ遠いんだよね。だから気をつけていきたいけど、ハンターが左にいるっていうね。大丈夫かこれは。うわ、ちょっと目の前にいる。オッケー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 。まあなんとかここまでは来れたね。うわやばいなここ。まあしょうがない、これはしょうがない。本当にこれ来るかな。オッケーオッケー。まあ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 、しょうがないしょうがない。アイテム1個使っちゃったけど、まあ、なんとかまだね、大丈夫かな。ハンターが多いな。いやー、ハンターがね、ここにいるんだよね、1人。このスーパーの中に。だけど、一応これ取れた。オッケーオッケーオッケー。持っていきますか。よし、まあ、なんとかね、ここまでは来れたんだけど、あとバッテリーだと思うんだよね。そう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 。だからカーショップ行きますか。オッケー、バッテリーゲット。めっちゃ確保されてるけど大丈夫か本当にこれ持つ。あと4人しかいねえよ。まあなんとか通報は阻止できたから、一応ミッションクリアだね。 OK。 で次あのミッションがあるから、もうそっち行こうかな。おお、来たね来たね、ミッション3のね、拡大ね。まあこれはしといた方がいいよね。オッケーオッケー、いきますか。でも結構稼げたんじゃないかな。10分なので、まあ11分ぐらいかな。よし、オッケー。さっきちょっとハンターがいたからやばかったけど、まあアイテム使ったけどね、正直な、使いたくないんだよね、やっぱりアイテムは。まだ残しておきたいけど、やばい時は本当に使わないとダメだね。でここにも一応1人ハンターがいるから気をつけないとな。あ、いるね。これ見てこないよね、大丈夫か。多分大丈夫で、これで多分3つ目のミッションでノートを街の中にあるので取りに行けますか。やっぱいるか。 OK、まあまあまあ、しょうがない。で、あとこのミッションって、時間制限あるので、早くしないとね、そのゾンビたちが、ちょっと目の前にいるんだけど。危ないね、今の。
ちょっと待って、かなりね今アイテム使いすぎてる気がする。ちょっとそれが怖いな。 OK 持ってきたよ。あ、もうここじゃないのか。そういえばやばいな、これ多分無理かもしれない。 OK、 ここまでは来れたけど、え、これ多分間に合わない気がする。ルシにパスワードを届けろ。このミッションまあまあね結構ギリギリな気がしてきたな。本当にこれ多分間に合わないと思うんだよね。 OK 持ってきたよ。よし、これでなんとかあのできたけど OK。 おお、めっちゃ危なかった。 OKOKOK、まあ、なんとか。あとはアイテムがもうほんと少なくなってきたから、うわ、これ絶対やった方がいい。時間になるとヘリコプターに一体か。いや、この一体が結構でかいんだよね。このマップ本当に多いので、ちょっとねしっかりやんないとまずいと思う。本当にハンター6体でしょ、やばくない？うわ、いるんだよなハンター。どっち側来る？こっちか。 OK。 てかこれ普通にこれ中だった。オブナ、オッケーオッケーオッケー。一応ここまで来れた。あ、めっちゃ危ないな。スプリンクラーを動かせ。え、かなりやばい気がしてきた。本当に大丈夫かな。おおいいねいいねいいね。よし、一応ね一つは起動できた。スプリンクラーを動かせ。だけどまだまだやることが多いんだよね。起動してもその後バッテリーをなんかね、そうそう、買わないと、買わないとというか取りに行かないといけない。 OK、 もう一つ一応できた。スプリンクラーが動き、ヘリコプターへ。そう、ヘリコプターに話しかけに行って、これワンチャン使うのありだな。透明、よし、一応ねここまで来れて、ガソリンを手に入れろ。手に入れに行くか。よし、もうこれ使うしかない。30秒間だけど、この間に多分できるはず。 OK、 ガソリンを届けろ。あと20秒、20秒ならさすがに上までいけるよね。あ、やばいやばいやばい、もう普通にこっちから行こう。いや、やばいねこれ。本当に阻止しないとやばいと思う。よし、だけどこれ離せないんだよ。お、危ない。 OK、 よし、なんとかできた。よし、 OKOKOK。 ミッションクリア。お、やば、これは普通にこっちを使うか。安全に行こう。まあ安全に行きすぎるのもダメだけどね。あとはアイテムを取りに行きます。これ使うか。ちょっとめっちゃ今が怖かった。どこにいるか分かんなかったから、まずはここのアイテム取りに行くか。他のプレイヤーが確保された。よし、一応これ取れて、あと14秒か。まずいな。できる限りハンターがいない場所に行きたい。多分あの奥とかね、いいとは思うんだよね。てか、こういう角ってさ、え、いいんじゃない？今思ったけど、普通に。え、全然いいと思うけどな。やっぱこれバレるな、普通に。よし、オッケーオッケー。いいね。まあ一応ボーナス取っとくか。結局ね、20万とかの人、ちょっと話しかけるの忘れたというか、無理だったな。てか、ここら辺大丈夫かもしれない。あと2分。うおー！え、これバレなかったの今の。てか、このワープの爆弾いいんだけど、なんかもうちょっといい場所に
これ来る、うわ来るか、やばいな。これで2個使っちゃったのがめちゃくちゃ痛い。アイテム取りに行くか。まだ取ってない場所はいくらでもあるから。よし、あと30秒だね。これいけるんじゃないかな、正直。気をつければ。全然いけるよ。ちょっとスピード上げるか。OK？ あと10秒だよ。どう？よし！これはさすがに勝ったはず。ワン！ヤッホー！いいね。GG。いやーよかった。ゾンブ無事クリアできたよ。嬉しい嬉しい。あ、でもまあまあいいね。全然元は取れてる。230万か。いいねいいね。OK、ハードモードノーレーダー初クリア。はい、ということで一応今回ですね、第9ステージかな、ステージ9のゾンブのノーレーダーハードモードクリアしました。ついにハードモードのノーレーダーの最後の最終ステージ SFO を今度やりたいと思います。で、まあ、もしクリアできたら次回その次からかな。いやこれねめっちゃやばいと思うんだよな。ハイパーハンターっていうのが何なのか分かんないけど、まあ、性能が 200% アップっていうのがちょっと分かってる情報だからね。いややばいと思うんだよねこれ本当に。ちょっとね頑張っていきたいと思います。ノーレーダーの次はね。まあ、てことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでも良かったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで